かけまるです。あー、シニアの仕出し屋弁当、配達ですよね、ボンゴに乗ってお弁当配達していく仕事してたんですけれども、その時にちょうどこう一般の人にバブルが回ってきたっていう時期やったんですね。で、その時に面白かったのが、町の工場の社長さんらがクラウンのマジェスタを買ったとかいう話をこう順番に聞いていくんですね。で、まあ、その仕出しお弁当は大体その社長さんの友達のつてを紹介して、まあ営業していくんですけれども、まあ大体紹介なら契約もらえるんですが、なんかこうだんだんこう紹介の輪が大きくなっていって、で、その工場にお弁当を卸しに行くと、また新しい車止まってるなとか、なんかそういう記憶がありますね。大体みんなクラウンのマジェスタでしたね。セルシュは出とったんですけれども、2年待ちの状態だったので、大体皆さんセルシュじゃなくて、買いたいけど、セルシュを買いたいけど、クラウンのマジェスタばっかり買ってました。で、そうですね、今、まさにバブルなんじゃないかなっていう現象が、ちらほら見られます。この間もちょっと釣りで人いっぱいで自分のピットが使えなくて、第7岸壁の方まで行ってきたんですね。ライトがあるん でそこに行ったら WRX の S4 が止まってて、で、はじめまして言ってご挨拶いただいて、 YouTube 見てます言って声かけていただいたんですけれども、その人も20歳そこそこで、そうですね、 WRX 買ってちょうど1000キロって言ってました。めっちゃそんなが今多いですね。買いました、車買いましたっていう声が、毎日1週間1回ぐらい聞きますかね。なんかバブルに似てるなって思う今日この頃です。すいません、なんかどうでもいい話で、でも景気はようなってるに違いますかね。一時の車離れからしたら、車を買ったっていう話めっちゃよく聞きます。娘がうまいうまい言うて食べてたメンチカツパン、マヨネーズ入りのどうかご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンさんのメンチカツバーガーマヨネーズ入り、税込み190円。ちょっと お値段高めです。娘がね、うまいうまい言うて、こればっかり食べてるんですよ。そんなうまいかなと思いまして、買ってきました。それでは原材料名の方なんですけれども、どこでしょうか。あ、メンチカツですね。小麦粉、濃厚ソース、植物油脂、マヨネーズ、砂糖、マーガリン、乳などを主原料とする食品、パン酵母、卵黄、小麦タンパク、食塩、粉末水飴、脱脂粉乳、ブドウ糖、増粘剤、あとは加工澱粉調味料、pH 調整剤、グリシン、清酒、カルミラ色素、香料、ビタミン C です。製造元は F ベーカリーさんですね。エネルギーは、おめっちゃ高い。483kcal で、ポテトチップスよりも、カロリー高いんじゃないですかね。はい、こちらがメンチカツバン、マヨネーズ入りの中身なんですけれども、おぉ、終わりにめっちゃでっかいメンチカツ入ってますね。マヨネーズは、そうですね、そんなめっちゃかかってるっていうよりも、ちょうどいい具合に、マヨネーズが付けられています。パン自体はそんなに太くないんですけど、メンチカツがですね、めっちゃ分厚いんですよ。ほら、でかくて分厚い。うまそうです。それでは、セブンイレブンさんのメンチカツバーガーマヨネーズ入りの味の方をチェックしてみたいと思います。あー、うまいですね。これはなんていうの、ぬくめた方がもっとうまいです。メンチカツの味がすごくしっかりしていて、肉の甘みがあります。で、こう、メンチカツと、ちょっとソースがかかってて、あとそのマヨネーズが混ざって、パンと一緒に、こう、なんか、まろやかにいただける感じですかね。で、そんなに味も辛くなくて、お茶なしでも食べられますね。パンは、割に、こう、カスカスじゃなくて、結構ジューシーなパンテイストになってます。めっちゃ美味しいです。ただ高いですけど。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。